はいえー、今日も麻生さんがなんか喋ってますね「甚、え、だ、ー、不適切」と書いてますけどもあいよいよ10万円配らないのが甚だ不適切ってことですかねそれとも自分自身が副総理という立場にいる財務大臣という立場にいることが甚だ不適切ということを今頃認めてくれたのかなと思いますねちょっとまあ再生してみましょうかどれどれ松本潤の行動につきましてこれは緊急事態宣言が。 発令をされ、国民の皆様にも何かとご迷惑をおかけしたり、ご苦労をおかけしておる最中、あらわ不適です。はい、ご迷惑しておまして、申し訳ありませんでした。麻生副総理は、今日の派閥の会合で、派閥の事なるほどね。だから、自分がいて申し訳ありませんでしたってことじゃなくて、こいつがこんなことしてすいませんでしたっていうことで、誰かの代わりに謝ったってことですかね。 え、だったら、議員辞職をしたらどうなんじゃないんですかね悪いと思うんだったら。いや、麻生さん、自分自身もね、含めて。だから、謝るだけで終わりとかね。説明は尽くしたとかね。菅総理じゃないけども、もうお詫びをしましたみたいなね。いや、ごめんなさいで済むんだったら、別に、あれでしょ、法務大臣もいらないわけでしょ。何なんですかね。検察も解体すればいいんでしょ。謝って済むんだったら。うん、だから、ごめんなさいって思うんだったら、まずは、 まあ、もう10万円ね、もうみんなに配って、ごめんなさいって気持ちですよ。まあ、10万円で許してやるよ、今回は。ね。国民一律給付。10万円。まあ、一律給付ができないんだったら、私以外に10万円。私にはいらないですから、皆さんに10万円配ってくださいそれなら一律じゃないでしょで、えー、麻生副総理は、松本なんとかかんとか、なんかよくわかんないけども、深夜にクラブにいたということで、鼻肌不敵ですと。<laughs> ね。うん。 なんかあれでしょなんか結局緊急事態宣言って言うけど、本当はコロナとか大したことないと思ってるんでしょ、うん、だったらもうね、こういう茶番やめにして、自由にやりましょうって言えばいいじゃないですか。で、一部の人はあの病気になって死ぬかもしれないけども、それは別にコロナじゃなくてもなってたでしょみたいなことを言ったらどうなんですかねなんかね、いまいちねあの、危ないのか危なくないのかわかんないのと、うん、いや不安ですよね。その、信頼できないっていうか。 あの不要不急の外出を控えましょうとか、昼も夜もね、外出しちゃダメですよって言っといて、お前ら言ってんじゃねえかよ、みたいなね。で、しかも、国民には罰則とか懲役刑とか言って、脅しといて、自分たちはね、ノーノーと言ってるわけですから。まあ、上級国民でございますよ。うん。上級国民ね。そういえば、あの、飯塚幸三さんってどうなったんですかね。あの人も上級国民、上級国民って多いな。何人いるんですかね。 うん、上級国民にはどうやったらなれるんだろうちょっと私も興味があるんで、上級国民にならしてもらえるんだったらちょっとね、あのー、試験を受けたいなと思うんですけども、試験会場はどこでしょうか共通一時ですかね、えー。ということで今日はね、あの、麻生副総理が、もう辞任するのかと思ったら、誰も辞めないというね、何 <laughs> だったんだろうみたいな記者会見でございました。